キムチジュンナム、亡命希望するの巻。こんにちは、セクシーニュースの時間です。キムチジュンナムが、後継者競争に敗れ、中国へ亡命するとの、噂が立っています。後継者は、三男の、ジョンウンのようです。キムチジュンニルも、長男を見せたようです。あいつの側近は、みんな、大本だ。大変だぜ、セクシーサンタ。キムチが、日本への亡命を、希望しているようだぜ。あら、黒豹のミカじゃないの？キムチの長男が、日本へ亡命したがっているようだぜ。後継者争いに、向けたみだ、助けるみだ。そんなことを急に言われても、みんなと相談しなければダメよ。そもそも北朝鮮は、またミサイルを日本に向けて、撃つんだぜ。そんなにすぐに、信用できるわけがないぜ。本当に、北朝鮮には、困ったものよね。まったくやれやれだわね。終わりの時間だわ。どうかしら、面白かったかしら。